で、それをただ台数的にやっていくのであって、そのためにはちょっと便宜上名前をつけておきましょう。求める3点の3点を、まあ座標を名前つければいいですが、あのついでにアルファベットで点の名前もつけておきますと、 A、 この X 座標 A1、 Y 座標 A2 とします。 A1、A2 とか読んでもいいですけど、で、こういう記号大丈夫ですかね。あの数列のところまで行った人は異様なく使わされると思いますけど、あの A の、点 A の名前を AB とすると点 B の名前を CD とかしなきゃいけなくて、あのアルファベットが足りなくなってくるので、だって1点につき X 座標と Y 座標の2個分いるから、あの区別をつけるためにこういう添え字を使っての記号の名前増やしてるんですよ。で、 A1 と A2 はもう早速日本語になってますけど、あの関係ないんですよ、一般には。別物です。で、ここであの目がついて生ききれなくて脱落する人がたまにいるので、あえて強調しておきますけど、こんなことは本当は講義でやってほしいわけですけど、あの一般には A1 と A2 は全く別物ですよ。なんて言うんですかね、何々県の富士見町が全然関係ないのと同じですよね。どこにあるんだ、多分東京都にも神奈川県にも富士見町あると思いますけど、別に富士見町同士の交流はあってもいいけどなくてもいいわけですよね。そういう世界なのであって、だからあのA がついてるからといって A1 と A2 っていうのは別物です。ただここで、あ、C っていうと、点、大文字の A の X 座標と Y 座標っていうぐらいの関係はありますが、これはかなり C 的な話であって、一般には A1 っていう文字と A2 っていう文字が現れたからといって、両者に関係があるなどと勘違いしてはいけません。むしろ関係があるとしたらどういう関係なのかってきっちり読み取らなきゃいけないわけで。で、こういうのが、あの、授業でさらっといきなりやってって、一瞬ぼーっとしてた人は置いていかれるので、置いていかれないようにわざわざ注意しましたけど、まあ慣れてる人はいいんですけど。で、B の X 座標を B1 として、Y 座標を B2 とするわけで。で、点 C と。と、だから求める3点の名前を、の A、B、C と付けたことも、まあ、見やすいようにぐらいのつもりですけど。普段はこっちが与えられてるのに、今回はこっちを求めなきゃいけないと。で、C の大文字と小文字は注意しておいてほしいですけど。で、そうしますと、この緑で書いた3点が求める3点のどれかに対応しているはずなんですが、あ、これだけだとどの点か定まんないから置いて、さらに言わなきゃいけないんですよね。どれがどの点に対応してるかを言うためには、どの2つの中点がこれのどれに対応してるかを言わなきゃいけないわけですよね。 AB の中点を先に ABC を図の上で決めてから、この点の名前をこうつけるとそれが中点のどれに対応してっていう風に言ってもいいですが、ここでは台数方面から出発することにちょっと慣れてほしいので、その練習をやっておきます。 AB の中点がマイナス1のマイナス1であって、 BC の中点をって言っちゃいけないな、中点が先に与えられたから、あの偉いのは中点側なんですよね。あの問題文は常に偉いです。で、BC の中点が0の1であって、 CA の中点が2のマイナス2であるとすると、だからこうなるように ABC になんか グランドでこの位置に立ってくださいみたいなことをやったわけですね。そうすると AB の中点がマイナス1マイナス1ですから、 A と B こっちのどっかですけど、次 BC の中点が0、1ですから、B がこのどっちかになるから A はここになるわけですね。ようやく決まりました。で、ここが A、 A1 の A で、ここが B、 B1 の B で、ここが C になってるかな、 C は BC と CA に絡んでるから、0、1に絡んでて2、マイナス2に絡んでるから、これいいわけですね。 C、C1 の C2 とそうすると、あとは ABC の座標を今仮に文字で与えましたから、その文字を使って内分公式、あの中点の公式使えるわけですよね。
そうすると山ほど式が出てきますけど、まず A と B の X 座標を使って2分の中点ですから A の X 座標足す B の X 座標イコール中点の X 座標マイナス1ですからマイナス1で、 Y 座標についても同じことが起こって2分の A に足す B にもマイナス1で、次 BC について話をすると B の X 座標と C の X 座標の中点は2分ので足してイコール0で、Y 座標については2分の B に足す C にで、これが1に等しくなっていて、まだあって CA ですからどうしようかな、 C からいってもいいかな、2分の C1 足す A1 イコールん？いくら？ 2？ で、2分の C2 足す A2 イコールマイナス2と、で、これは未知数6個に対して関係式6本あるので解けるはずです。で、これだけだと非常に怖いんですけど、さらに今状況分かれてるわけですよね。何色にしようかな。X 座標組と X 座標の話がこう3本あって Y 座標の話が3本あるわけです。だから実際は三元一次方程式3本ずつに分かれてるわけですよ、ね、で、あとはこれを解いてくださいと。どうしよっか。でもこれそんなに苦労しないと思うんだよな。 あとはもうこれを解いてって言って計算用紙に書いてくれればいいですが、ここで三角の1とかやると紛れるので三角の4にしましょう。式番号をつけて、あとは計算をやります。だからこれ全部中点だから同じ公式になっていて、ちょっとうまいことができて、丸1-丸3、丸2より、まあこんなのはあとは丁寧にやればいいだけですけど、ちょっと計算の工夫もできるので、左辺が2分の h-c1 になるかな。イコールマイナス -1-0。で、これを丸3に足すと、そうすると左辺が、ジャスト H になるんですね。 H イコール 1？ うん、だ、大文字の N の X 座標が1になった。本当かな。で、2分のだ、再び丸1よりと A1 と B1 の中点がマイナス1なので A1 と B1 足したらマイナス2になってるはずだから B イコールマイナス3かな。はい、B1 イコールマイナス3で、また3より、A1 も止まってるから C1 も止まって C1 の、C1 は3かな、3と。で、X 座標組3つが求まって、で、Y 座標組も大体同じ計算の工夫でいいですよね。あんまり三角とか使わないと思うけど 4-5 より2分の A2-C2 がマイナス2、これと6に両辺加えるとジャスト A2 イコールマイナス4で、再びこれを丸4に突っ込んで、三角4に突っ込んで A2 と B2 の平均がマイナス1になるってことは足したらマイナス2になってほしいから B2 はプラスの2であって、これあと6もう1回使うといくら、 C2 と A2 の平均がマイナス2になるから C2 は0ですね。で、いっぱい求めましたけど、A、B、C の X 座標、Y 座標といや、もう全部求まったので、以上より求める座標はこれ、3点の座標を全部求めきればいいだけなので、名前付けたのが我々の勝手だということだけでなくて、どの点がどの点かっていうことも回答では気にしてないんですよね。1のマイナス4っていう点と、
言われた、マイナス3の2っていう点と C が、3の0っていう点、この3つが答えになります。だから答えとしては、まあ、点の名前いらないですけど、この3点の座標を答えれば終わりなんですが、これが図の上でどうなってるかということを一応確認しておくと、ここの点 A ってなってるのが1のマイナス4であって、点 B がマイナス3の2であって、点 C が3の0だということ、これが図形的に納得できるかということですけど、点 A の X 座標が1大体合ってる、で Y 座標がマイナス4になるかっていうと、まあこれも大体合ってる、今回は割とうまく図が書けたかな。で、B の X 座標がこれマイナス3になってるかってことですけど、マイナス2ここら辺だと思うと大体よくて、で、プラスの2になってるかと思うと、まあ大体いいですね。で、T は3の0だから、X 座標が3で、Y 座標が0。だから、本当に微妙に歪んでますけど、実は X 軸の真上に来るという。最初なんとなくそんな予感がしたわけですが、きちんとその通りになってましたと。ということで、まあ、図を書きながらでも求める、まあ、代数的に求めてもいいですけど、だってこれらの点が本当に条件満たしてるのかっていうのを代数でやってたらかなり不安じゃないかと思うので、丁寧に図を書くことはここでも報われるとは言ってよろしいかと思います。ただこの問題はかなり元の与えられた三中点の座標が仕組まれているがゆえに ABC の座標がこんぐらい綺麗になりましたが、一般には何でもありってことやるとひどい目に遭うかもしれないので、ただ無理数が出てくるということはこの問題からは原理的には多分ないと思いますけど、三頂点整数にしている限りは、ただもう少し怖い計算が出てくることはしばしばあり得るので、その際は丁寧にやってください。でこの前も中点であるという整数からと式の計算の三元一次方程式を解く際には比較的うまくやることで楽ができましたけど、そこら辺もうまくいかないようだったら何対何に内分する点とかだともっと計算ゴテゴテしますので、まあ、そういうの出てきてもめげずに頑張ってやると、で丁寧に計算をやるということ。